はい、今日はもう学校ですよ。なんかもう久しぶりだね久しぶりやからさ、毎日学校っていう感覚が久しぶりや。でも言うても3日目なんやけどね、学校。春休みが終わったのは昨日だけど、学校に行ったのは3回目。今日で3回目。学校に行くのは今日で3回目。でもさ、1年生じゃない、1回目に登校した時はまだ1年生やったから、小学、間違えた、中学1年生の時やったから、ちょっと待って、リップクリーム吸ってくるわ。なんか今日雨がやばい。そうやな、新クラスで長い時間一緒にいたのは新クラス、昨日やかな。まあ一昨日、一昨日じゃないわ。1回目の時にもう新クラス発表されて移動もしたんやけど、朝ごはん食べよう。今日はさ、久しぶりにさ、なんかメロンパン食べる。そんなことないか？早く。すげえ。美味しい。コンビニのメロンパンじゃないやつやからさ、なんかコンビニのとはまた違う美味しさがあるね。コンビニも美味しいけど、中1くらい食べてるイメージ。確かにそんぐらい食べてる。何歳になる時間、え、マジで分かへん。なんか下に入ってきても下の学年のことあったあかん、あったあかんっていうか会われへんから、なんかあんま分からへんねんな。別の学年の校舎行ったあかんくて、校舎というか階だから、そう、3年生はこの階にいるから、私たちは2年生はこの階は、1年生2年生はこの階のその教室の前とか行ってダメだよっていう。声ずれてんの？やだ、あったら怖がる。え、なんかそのそこでトラブルとかがあったら大変だからし、なんか別の校舎、別の学年のとこでトラブルがあったらめんどくさいから、そのいろんなとこで対処しなあかんから、めんどくさいからだからその別のクラスの教室にも入ったらダメだよって階段登らせてもらえてますえ、ちなみに1年生が一番上やからな。階段下らせてもらえます。しないと、そう、使ってる階段はみんな一緒やねんけど、校舎に行ったらあかんくてさ、その先生たちがいろんなとこでここの場所で解決して、あ、今度ここの場所で解決してたくしなあかんから、めんどくさいらしい。それはちょっとやだよね。でも他のとこ行きたいよな、普通に仲いい子も
兄弟とかでそういうなんか忘れ物届けに来たとか OK っぽい。それは先生に預けるか先生に言っていいよって言って校舎入れてもらうか、校舎というか階廊下、その廊下。よし、うん、しないとな。深井さんね、一緒にさ、え、おらへん。あれさ、なんかな、あ、1年生、あ、1年生はおる。1年生は小学校の時にめちゃくちゃ可愛がってた子がおる。マジで可愛い、もう可愛い、うさちゃんみたい。ね、3年生は分からへん。3年生は、うん、小学校の時も年上やってあんま喋らんっててもあったし、部活に入ってないからそのあんま関わる機会がなくて、仲いい先輩とかもいないかなって感じ。みんなさ、部活入ってる子はさ、何々先輩とか言ってるけどさ、ダメも言ったみたい。でも名前分からへん。10期の子おる？え？あ、中3とか？中3とか、ね、中1におるかな。そうやな、でも受けれるもんな、一応な。まあ確かに NNB は部活ではないけど、なんかさ、まあ、先輩後輩あったりするのは。よし、いて、優しくしよう。私のメンバーにマロの先輩っていうのは、確かに確かに NNB って3やもんな、基本 NNB っていうか呼び方は基本3やもんな、何々さんって呼んでる。はい、間抜けな可愛い鳴き声が聞こえてまいりましたね。てか雨嫌なんだけど、マユキュンさんとエミチさんは学校同じ学校で先輩後輩の関係逆だったから。ああ、確かに、え、ああ、なるほどね、そういうことか。わあ、それやばいな、それちょっと違和感すぎん？あまりにも。学校では自分が上やけど、AB では自分が後輩ってことやろ。自分っていうか。おもろ、それ。それはおもろい。でも本人から、早きまずそう。
10期生、あの学校にもし10期生があるとしたらさ、今の中3の方が可能性ありそう。10期生、まあ、今んとこ受かってる子がもしいるならば、いや中2もありえそうやな。中2じゃないわ、中1か。あやみと多分同じ学年やったら絶対あやみに言うと思うねんな。まあ、あの仲いい子やったらでも周りでさアイドル目指してる子はおるかおらんか、おらんか分からへん。なんかアイドルは好きやけど K-POP とか、まあ、韓国のアイドルは好きやけど目指してるわけじゃないって子が多いからさ。なんかみんなにさ、そうアイドルとかならんのって聞いたら、なんか忙しそう、あやみ見てたら忙しそうやし、しんどそうやから、あやみじゃない、自分は推してる側がいいなって。そう、まあ確かに。うん、どうしたのお前ちゃん、聞くのおもろ、なんか聞きたくなんねんな。アイドル好きなさ友達がおるからさ、 K-POP 韓国のなりたいとか思わんのって聞いた。どうしたん、どうしたん、上の登りたいの、登り、いいよ、はい、かわいい。はい、かわいい、大好き、ラブだよ、おばちゃん。かわいいだろう、ギリ映る、尻尾垂らして、尻尾垂らしてくれた、かわいい。見切れ猫、ね、見切れ見切れ猫、かわいいだろ、かわいいだろ、うちの子うちのギリもお姉ちゃんです、はい、うちの姉、うちの姉かわいいでしょ。自慢の姉なんです。よく物を落としたりしてるお兄ちゃんがいる中、自分は動じない、見てるだけ。もう食べちゃいたい、本当にあなたね、私が下なのに何を言ってんのって感じよな。ごまちゃんは基本暴れない、暴れるのは豆と遊んでる時。あ、麦おじが来た。もうおじちゃんじゃないもんな。ごめんな。ない。いっぱい来たね、今日モテモテや。
う用事。ごまねえと豆ねえと麦おじ。もろ。こっちか。長時間カメラ前に水。あ。多分気づいてない、映ってるって自分が。で外も見たいし、鏡外見てる。どうやってか知らんけど、カーテンあるよねそこ。 あそっちから見てんのか。こっち側のカーテンからカーテンの端っこから見てる。入らんかな。ちょっと待ってね。そう、多分外見てる。な、言うて切ったばっかり。前髪ってなんでこんな綺麗のな、あ、綺麗の長い、伸びの長いの、伸びの早いの。雨だね、雨だね、ごまちゃん。そうだね。でも君外出ないもんね。あやみに言ってるのね、もしかして。雨だよ。よいしょ。さあ、よしさあ、こらさあ、あら、場面起きた。また悪さ、意地悪、意地悪じゃないわ、意地悪、ん？いたずらや。考えてんの？悪い子だね、本当に。でも、許しちゃうんだよね、憎めない、可愛すぎて。今日はハゲ少ない。悪い子にゃんだよ、それ悪にゃんだよ、悪にゃん。ごめん、びっくりしたな。行っちゃった。やっぱそっちの方が見やすいな。目にかかるよね、普通。おう、引っかかった。ん？何？これがいらんのか。巻いてくよ。
教室、え、オーマイガー、前髪も茶色くなっちゃった。よいしょ、色素が抜けちゃったよ。てかさ、夏のプール期間が一番やばい。平日二とか、そう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 、そうしよう、そうしよう、そう、休憩しよう、そうしよう。違う違う、あの10日から始まんねんけど、平日は公演後のアフタートークがをやることになりました。イエーイ、パフパフパフ。そうし、あ、そうそう、そうしようじゃないんだ。そう、もう明日か公園って早っ。多い、出なくなったぞ。出た出た。もう細かいほげを直して、うん、ちょ、また風邪出た。そうそうそう、もうあの世代交代ってね、あんま平日ないんよな。なんでやろうか。じゃあ、なんとか仲良しグループからのご友達は回避できたみたい。マジで、なん、もうあみとも、あやみほんまにさ、大丈夫かな。でも中1前のクラスでも仲良かった2人と、ある程度仲良かった2人と同じクラスやから、今はずっとその3人でいるよ。結構ずっと一緒におる。もう昨日もずっと一緒にいた。もううちら仲いい子いなくなった同盟、一番仲いい子が同じクラスじゃなくなった同盟で、同盟っていうか何人かおるけど、でまだ、え、でももう地面近いって言ってもな、あみたちさ移動してな、食べたあかんねん。あ、自分の席で食べなあかん。喋っていいけど、どう移動したいあかんから、仲いい子と席遠かったら普通に寂しいよねっていう。ドレンはやばい、ドレンはなあ、したいけどな。え、そう、前から、あ、マジでずっと一緒におって、趣味が一緒やから、その子たちとマジでずっと語ってたやんか。理科の時も席が後ろやって、あやみここ、その二人ここやって、1年生の時、その時でマジでほんまに一緒遊べてたわ。授業始まる前とか、授業終わったとか。で、一番悔しいのは、
前のクラス、前の学1年の時に5人組やったあやみ。でその5人組で移動教室の時とかに、あのじゃんけんして負けた人が全員の荷物を持つっていうのをやってて、まあ、これ多分あるあるな、多分何回か言ったことあるけど、それをできひんくなったのがマジで悔しい。全員できひんくなって、もうその5人で、あみは1人やから確定でできひんっていうのもあんねんけど、他の子たちも言うて、まあ、同じその5人の中で同じクラスを言って1人しかおらんから、1-2-2やから言うて2人でやってもなって感じやから、みんななんかできひんくて悲しいって言ってねんか。その5人やったからマジ楽しくて、それができひんのみんな、みんな同じ感情やったのが嬉しいそうで、負けた人は持つ、それか一番最初に一人勝ちした人が持つっていうのがルールやって、そう5人は1人やし、なんならその負けた子が負けた子が一人勝ちした子が移動教室行ってる間にすれ違った子に、え、ちょちょじゃんけんしようって言ってそれで自分がも、あの自分のが持ってる5人分の荷物をその子に持たすか、それかその子のやつが追加されるかで、どんどん追加されて最終的に最大何個ってかな、5個やのに、普通5個やのに9個ぐらい持ってた、9個ぐらい9人分ぐらいの荷物持ってた人と、普通におもろかった。なんで負けつ、なんか挑んでは負け続けて、でもあやみは、あやみが、あやみは2学期ぐらいから始めて持ったの2回ぐらい、でそれ、その2回はあやみが一人勝ちしたやつ、そう一人勝ちが一番複雑そうじゃんけんに強くて逆にも持たされてしまったっていう、うん、基本持ってない、綺麗、今日は、今日も、昨日はあげとったから、まあ、じゃんけん選抜あったら、どうやろう、でもそういうとこになったら緊張して負けちゃうかもしらん。雨 やばいよな、雨がさ起きた瞬間雨って分かるぐらいのさ音鳴ってたもん結構でした。もう昨日から雨やばかった、まだ降ってるよ。まずは宇野瑞希っていう場所
宇野瑞希さんよりも前にそんないきなりボス行く？こっちもあの音 やばいよな。もう一日中雨なんかな今日は。今日はめっちゃ余裕がある。まあ桜散っちゃうじゃん。もうダメやん。お花見いけてないんですけど。そう、花見まだ。桜は何回かもう見てるけど。じゃあいいやん。今日やからみんなクレープ食べに行ってね。あ。大河チリ一瞬やったと思った。でも一人勝ち嫌やって思いすぎて、一人勝ち嫌や、負けるの嫌って思いすぎて、一人勝ち した瞬間もう絶望に陥りました。泣くまでの時間が 0.000 何秒。最初はジャンケンわーって言ってるもうみんなが。大丈夫？じゃあ今日、いや、もう、でも楽しいねんな、このじゃんけんしてる人が。でさ、行く教室によっては荷物の量もさ、重さも違うしさ、距離も違うからさ。マジで遠い移動教室、遠いとこ行かなあかんのにじゃんけんで負けた時ほんまにしんどい。一番楽なのは通学で、一番荷物とか距離含めしんどかったのは理科かな。通学はマジで教室の真横にあってもいいっていうほど近いから。お疲れ様でした。目の日ナンバーパークさん食べようかされたら食べようかミルクって。安いんや。家庭科は教室やったから、そうで今んとこ教室教科書しか使ってない。あ、家帰るとき、あ、だからランドセルじゃんけんとかしてた。え、中学で移動珍しい。だからなんか日による、なんかやることをやることによるな。教室でやる、自分の教室でやるときもあるし、数学の教室でやるときもある。日によるマジで。日とか単元によるな。じゃあそろそろ終わるかな。ダメ、もう一個のさ前メロ違うわ。シナモンどこ行った？あ、おった。45分に着替え始めれば間に合うから、もうそろそろね終わるとこ。え、てかママさ7時半に起きるとか言ってさ起きてないじゃん。
来そうは来そう。そう、シナモンロールやけどシナモンっていうね、あの略したら。本名正式名称はシナモンやけど、そう、謎いよね。略したら「ん」がつくっていう。え、確かにまだアラーム鳴ってない。ママちゃん寝坊、遅刻する、どうやろ。ママ寝てるな。の学校行く前にママ起こしとく。シナモンはよしみ、あ、まあ確かに。まあそういうことやな。まあそのよしみやもシナモンやから、まあ、そうそうそう。爆睡中やったな。ママって言っても起きへんかった今の声量で。てか前も終わらないといけんから、もういいや、終わろ。いきます。13位ジョーさん、ありがとうございます。12位ケイさん、ありがとうございます。11位ヨモくん、ありがとうございます。10位ハネウマさん、ありがとうございます。9位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。8位おでん屋さん、ありがとうございます。7位宝野さん、ありがとうございます。6位横浜のルーさん、ありがとうございます。5位高松さん、ありがとうございます。4位ととり太郎さん、ありがとうございます。3位なつきちゃん、ありがとうございます。2位ピーマルさん、ありがとうございます。そして1位はムーチュさんでした。ありがとうございます。配信お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうございます。では行ってまいりますわね。あ、もしかして充電器出ててアラーム鳴ってないけ。さっき刺してたような気もするけど、刺さってたような気もする。ちゃんと、まあいいや、起こしてきます。では明日も7時からなので、え、うん。よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。